っていうか生徒さんっていうか方も見えてるんですね。この南京玉スタ子供たちのところへ行くと大喜びです。さあ南京玉スタ成長の南京玉スタをやらさせていただきます。皆様の敬老会では南京玉すだれ in 船島というのを考えましてやらさせていただきました。そして筑摩市では in 筑摩、今は昔話に取り組んでおります。今日は本当の元の南京玉すだれを聞かさせていただきます。今日の都大阪の町、はたまた江戸の町、まかりこしたるは南京無双玉すだれでございます。広告コーンがクリスマスコンサート会場でございます。この南京玉すだれと申しますのは竹と糸の張り合いを持ちまして、さまざまな芸をご覧に入れます。竹なる数は40と6本、糸なる数は90と2結び、この竹と糸の張り合いを持ちまして、さあどんな芸が始まるでしょうか。時に戻らないことがあります。その時は皆様方の出番です。戻らない、そうで戻らないと囃し立てていただきます。うまくできてもお慰み、うまくできなくてもお慰み、数々の中にそうでという言葉、それそれ、その時は皆さんとご一緒に囃し立てていただきたいと思います。それでは始めさせていただきます。それあさってあさって、さては南京玉すだれ、ちょいと返してちょいと伸ばせば浦島太郎さんの夜イオズリーザオがおめえに止まればもっとえと、それあさってあさって、さては南京玉すだれ、ちょいと返してちょいと伸ばせば瀬田のから瀬田の唐橋、おめえに止まれば元へと返す。あさってあさって、さては南京玉すだれ、東海道は50と3分に、河川道は60と3分に、そうです。
がお目に留まればもっとへ返す。ありがとうございました。ランキングダンスの山田貴様さんです。